それではここでいつものコーナーに参りましょう。阪神館の珠玉のスイーツコレクションをシティライフの読者モデルがテイスティングするコーナー、略してスイコレ。今回は塩芦屋からご紹介。パティスリールヒロは芦屋浜の住宅街にあるお店です。店内には旬の素材を使ったケーキや焼き菓子などが並びます。オーナーの大崎さんが素材や味にこだわり愛情を込めて作るスイーツはどれも評判。人気商品の一つ芦屋浜ロールは和三盆糖と黒蜜を練り込んだ生地にたっぷりと生クリームがロールされていて、どこか和風な雰囲気。またお庭でもスイーツが楽しめるとあって、土日はお店の前に人だかりができるほど隠れた名店です。そんなパティスリールヒロ珠玉の一品はこちら、リンゴパイ。2日かけて練り込んだ生地とリンゴの酸味、シナモンの風味が絶妙。午前で売り切れてしまうのも納得の一品です。当店人気ナンバーワンのリンゴのパイ、サクッとしたパイの食感とリンゴとシナモンのバランスをぜひ一度お召し上がりください。このリンゴパイを試食するのはシティライフ読者モデル、そしてスイーツご意見番はライターの松田紀子さん。では今日の読者モデルの皆さんです。自己紹介どうぞ。戸上初美です。お願いします。永山真理子です。よろしくお願いします。では今日のスイーツは芦屋のルヒロさんのリンゴパイです。はい、リンゴパイ、なんか珍しい形ですね。ですね。じゃあいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。いい音、パリって言いますね。すごくサクサクしてますね。香ばしいですね。言葉が出ないですね。美味しいですね、すごく。中しっとりで生地がパリっていうのがすごく印象的ですね。サクサクしてて楽しいですね、食感が。これ裏側もお砂糖を振ってバーナーで焼いてあるらしいんです。だからすごくパリッとしてるんです。長くかかってますね。見えないところまで、しっかりお仕事されててこんなアップルパイ初めてですね。上に乗ってるアップルがすごく薄いんですけれども、ちゃんと主張してて、後味がとってもいい、アップルを使われてました。サクサクのパイ生地としっとりしたフィリングの味と食感のコントラストがすごく楽しいアップルパイだと思いました。薄く折り込まれたパイのサクサク感とリンゴの爽やかな風味がベストマッチです。オリジナルのアップルパイでした。僕前通ったことあるんですけど、なかなか分かりにくい場所なので。あ、そうなんですか。その隠れ家的な店をこれ見つけたっていうのはすごいですね。午前中に売り切れるということで、ぜひ皆さんも早めに、買いに行ってみてください。カフェスペースもあるので、デート使いにもおすすめです。